純、なんで来たのか。お前があんなメッセを送るからだろ。俺としては素直な気持ちを書いただけだったんだが。で、何しに来たんだ。横取りすんなってか。つーか、めっちゃ息上がってんな。走ってきたのか。うるせえ、誰のせいだと。わざわざあんなことを言ってきたってこと、僕に言いたいことがあるんだろう。ね、何の話、私にも分かるように。すまん、ちょっと待っててくれ。僕はアンゴと。ルミも当事者だろ、ちゃんと説明してやれよ。そうじゃなきゃ俺だって納得できねえよ。分かった、僕はルミに言っておきたいことがあるんだ。改まってどうしたの。はっきりさせなくて悪かった。あと今までのことも全部謝る。ごめん。ちょ、いきなり何。ルミが僕を好きになってくれて、告白してくれて嬉しかった。突然別れることにはなったけど、ずっとやり直せるかもって何度も思ってた。だけどだんだんそうじゃないって思い始めて。治りの方がとかそういう意味じゃなくて、今もまだ完全には言語化できない。言葉を重ねれば重ねるほど真意から遠ざかる感触がある。だからきちんと説明してこなかった。違うな、きちんと説明しないでいいことにしていた。だけどもうそれはできない。しちゃいけない気がした。僕はルミもナオリも二人のことが好きだ。はっきり言って同じくらい好きなんだ。ずるい言い方に聞こえることは分かってるけど、子供の頃から同じ時間を過ごしてきて、どちらかを選ぶなんてできない。もちろんできないってだけで、惰性で流しちゃいけないことだってのも分かってる。認めるよ、僕は逃げていただけだった。僕の弱さが二人を悩ます、苦しませていることに気づかないふりをしていた。もしかしたらまだ二人を待たせるかもしれない、悩ませるかもしれない。だけど必ず結論を出す。もし僕の弱さを許してくれるなら、僕の弱さに付き合ってくれるのなら、克服するまでの時間をくれないか。そんな、ちょ、待って。嬉しいんだけど悔しくて。わかった、私は待つよ。